吉川赳衆議院議員は18歳の女子大学生に飲酒させたと週刊誌に報じられ自民党を離党しています。こうした中、地元の秘書によりますと吉川議員の事務所のうち三島市と御殿場市にある事務所について近く閉鎖する予定であることが分かりました。事務所の業務については富士市の事務所で引き継いでいくということです。吉川議員から地元の秘書に連絡はあるということですが、吉川議員は依然公の場に姿を見せていません。